こんにちは。萌え、サッカースタジアムの時間です。今回は今月行われた、U13 萌え、トゥーロン国際大会2013の模様をお届けいたします。司会は私、東白ずんこ。解説は、おなじみの北沢剛さんとジョン・カビラさんです。お二方、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。はい。それでは、今回の U13 萌え、日本代表のメンバーをご紹介しましょう。こちらです。ゴールキーパー、中島春日選手、田中夏実選手、ディフェンダー、谷口軽亜選手、強化選手、浜田彩花選手、愛花選手、秋吉優香選手、春名舞選手、西成香選手、ミッドフィールダー、橋本環奈選手、大友可憐選手、木山愛選手、近藤麻美選手、吉田凛音選手、安藤さくら選手、フォワード、桜木ひな選手、松田里央奈選手、関里央選手。以上18人です。中島春日選手、橋本環奈選手、桜木ひな選手の3選手はオーバーエイジ枠での選出です。それではカビラさん、注目の選手を挙げていただけますか？吉田、安藤、松田、関。いいですね。この辺たまらないですよね。はい。それでは U13 の上、日本代表の大会初戦前日の練習の様子を見ていきましょう。こちらが初戦の先発メンバーです。初戦の先発メンバーでの練習の様子です。おほおほおっと、足元上げる。おお、ダイレクトですね。ゴール安藤、決めた、左足。いやー、素晴らしいゴールですよね。続いては先ほど控えだった7人全員を入れてのメンバーです。初戦の控え組を入れたメンバーでの練習の様子です。左サイド出ましたよ。左からグランダーのクロス、松田、来た、決まった。ボールは左ポストに当たり入っていきました。いや、見せてくれますよね。素晴らしいシュートでした。それでは大会の結果です。1次リーグ第1戦はコロンビアに1対2で敗れました。日本は松田里央奈選手がゴールを決めました。松田。1次リーグ第2戦はポルトガルに0対4で敗れました。この時点で日本の1次リーグ敗退が決まりました。残念です。1次リーグ最終戦はベラルーシと2対2の引き分けでした。日本は橋本環奈選手と安藤さくら選手がゴールを決めました。橋本、安藤。はい。ということで本日は U13 の上、トゥーロン国際大会2013の模様をお届けしました。北沢さん、カビラさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。